感染が確認されたのは、10歳未満から90歳以上の男女264人です。全員軽症で、112人の感染経路が分かっていません。市町村別では、高知市が172人と65%を占め、ついで、南国市が32人、四万都市が18人などとなっています。一日の感染者数としては過去最多で、 県内で1日に200人以上の感染が発表されるのは初めてです。新たに6つのクラスターが発生しています。高知市の小学校では、10歳未満の児童4人の感染が分かりました。これまでに感染が確認された児童・教職員と合わせて8人のクラスターとなっています。また、高知市の別の小学校でも、 10歳未満の男子児童の感染が判明、昨日までに感染が発表されていた児童と合わせ、5人のクラスターとなりました。2校はいずれも休校の措置を取っています。また、友人グループで一緒に飲食やカラオケをした女性5人のクラスターも確認されました。このほか、高知市の介護施設で計7人、 ハタ内の障害者施設で8人、中央東館内の会社で7人のクラスターが発生しています。第六波の特徴として、まあワクチン接種を受けてない、まあ10代からまあ10歳未満の方々の感染が多く見られます。まあ学校内でのまあ感染の拡大とともに、まあご自宅に。 でのまあ感染の広がりということにも波及をしていますので、まああの学校の対策だけではですね、なかなか十分に感染の連鎖は止まりませんので、家庭内での対策もしっかりお願いしたいなと思います。現在、県内の保健所の検査体制が逼迫していることから、これまでのように。 学校や幼稚園保育園での濃厚接触者の p c r 検査は基本的に行わないことになりました濃厚接触者の特定はこれまで通り行われ自宅待機中に症状が出た場合に協力医療機関で p c r 検査を行うことになります県内の感染者の累計は六千二百三十四人となりました重症は五人で。 中等症は17人です自宅療養または待機の患者が初めて1000人を超え1113人となっています四国の感染者は愛媛が344人香川が324人徳島が154人となっています